ここ最近アニメ化もした人気作品が次々最終回を迎えているっていうね、怒涛の完結ラッシュが来ているんですよね。ということで今回はここ最近最終回を迎えた最終巻が発売された作品についてまとめて話していきたいと思います。抜けがあると思いますので、まあ、この作品も最終回来ましたよっていう作品ありましたらぜひともコメント欄のお願いします。ということでまずはですね、可愛い,いだけじゃないしきも森さん。可愛い,いだけじゃないしきも森さんは2022年の4月から7月にかけて、ね、ワンクールテレビアニメが放送されていたんですけれども、漫画はですね、2023年の2月に最終回を迎えました。 2019年の2月の連載スタートですので、まる4年の連載に幕を閉じたことになります。お次はこちら、久保さんはモブを許さない。久保さんは2023年の今季ですね、アニメが放送されていたんですけれども、放送延期になってしまいまして、2023年の4月からアニメがリスタートされます。原作漫画は週刊ヤングジャンプで連載しておりまして、2023年3月2日発売のですね、14号で最終回を迎え、約4年にわたる連載に幕を閉じることとなりました。お次はこちら、デミちゃんは語りたい。デミちゃんは2017年にテレビアニメが放送され ておりまして、内容的には人間とア亜ンの交流を描いていく日常コメディ作品になります。原作漫画はつい先日最終巻となる11巻が発売されまして、8年にわたる歴史に幕を閉じることとなりました。お次はこちらコミックガールズコミックガールズは漫画タイム、キララマックスで連載されていたね。キララ作品なんですけれども、2018年にテレビアニメが放送されておりました。内容的には作家の少女たちによるですね。寮生活を描いた日常作品になっております。そんなコミックガールズの原作漫画はつい先月発売された漫画タイムキララマックス4月。 最終回をを迎え9年ににわたたるる歴史に幕を閉じることとなりましたお次はこちら、世話焼き狐の千子さん。千子さんは2019年にテレビアニメが放送されておりました。内容的にはブラック企業に勤め、心身ともにね、限界を迎えている主人公をですね、千子さんと名乗る少女がですね、癒してあげるっていう感じの日常作品になります。 原作漫画は2017年から22年まで約5年連載されておりまして、漫画の最終巻となる12巻が先日発売されました。お次はこちら、箱詰め、め交番女子の逆襲。箱詰めは2022年にテレビアニメが放送されておりました。原作漫画は2017年から連載されておりまして、第1部完結なる23巻がつい先日発売されました。まあ、完結なんですけれども、第1部完結ということで、まあ、作者先生がインタビューで言ったんですけれども、一旦ここで終わりにするそうです。続編とかはどうなるかわかんないんですけれども、まあ、一旦第1部完 結っていう形でございますので多分いずれ第2部やるんじゃないかなっていうところでございます お次は、オレガイルです。オレガイルは原作小説もアニメの方も完結まで行ったんですけれども、コミカライズ版が2023年の2月にですね、番外編を含む、ま、連載にピリオドを打ったというところで,ですね、ま、連載10年にわたるね、歴史に巻こうとしたことになります。オレガイルのコミカライズって原作準拠とアニメ準拠で、2種類ね、コミカライズが連載されておりまして、2つとも10年以上ですね、20巻以上にわたって連載が続いているんですよね。今回完結を迎えたのは、サンデージェネックスで連載されているアットコミックっていう方の コミカライズになります。ま、もう一つのコミカライズ、モノログっていうのがあるんですけれども、こちらもね、もう終盤も終盤まで来ておりますので、近いうちに完結すると思われます。で、同じくコミカライズ繋がりでいきますと、大暮先生がね、コミカライズしている、化け物語の漫画がですね、残り2話で完結するそうです。まあ、そしてまだ完結は迎えていないんですけれども、漫画のらがみがですね、先日26巻が発売されまして、次の27巻で完結を迎えるとのことでございます。まあ、ということで今回はアニメ化もした人気作品がね、怒涛の完結ラッシュを迎えているということでね、つい最近、 完結をを迎えた作品をまとめてて紹介していきましたいや、結構ね、やっぱ完結まで見ちゃうと、ね、アニメでまた続きみたいなと思っちゃうんですよね。きもりさんとか久保さんとかね、めちゃくちゃ綺麗な完結だったのでね、まあいろいろ思うところもありました。皆さんの人もコメント欄にお願いします。それじゃまた。